Oggi sono a Firenze, sono davanti a Ponte Vecchio e dietro vedete con questo Ponte Vecchio è il famoso Ponte di Firenze. Ohayou gozaimasu. Oggi は Firenze を代表する観光スポットである Vecchio 橋の前に来ています。私の後ろにあるこの大変美しい観光スポットの一つであるベッキオ橋の上をご紹介したいと思います。まずイタリア語でベッキオというのは古いという意味があるんです。その名の通りこの橋はアルノ川に架かる最も美しく最も古い橋、なんと1345年に建てられ、そして数々の大洪水やそして戦争にも負けずに今でも現存している大変貴重な橋なんです。まずこの橋ですけれども、ちょっと普通の橋とは違った形をしております。橋の上に小さなカラフルなお家がたくさんついていて、ちょっと橋の上を見ていただきますと小さくて四角い窓がずっと続いているの分かりますでしょうかね。この橋の上に通っているのがかの有名なバザーリの回廊と呼ばれるメディチ家のためだけのプライベートの廊下が通っている橋なんです。じゃあ早速このベッキオ橋の上に登ってみたいと思います。ベッキオ橋の上はこのようにまだ朝ですので、あまり人が歩いておりませんけども、普通のこのまま私の後ろのローマ通りの続きのような感じでお店が続いています。私が言っていたのがこの左上にある小さな丸い窓がございますけれども、この上に通っているのがかの有名なバザーリの回廊と呼ばれて、これ実はフィレンツェを支配していたメディチ家のためだけのプライベートの廊下がウフィッツィ美術館、彼らの事務所から始まりまして、そしてアルノ川の向こう岸ピッティ宮殿まで結んでいる、そんな渡り廊下が通っています。さてここから大変美しいやっとアルノ川の様子が見えます。こちらが上流の方になります。それではまた。